ビル屋上に設置された緊急離着陸場緊急離着陸場とは消防活動のために高層ビルの屋上に設置されたヘリコプターの離着陸場の一種。緊急用離着陸施設、緊急発着場とも呼ばれる。略称はエルフ。連邦航空局はビル火災の多くの実例を調査分析した結果、1990年代初めの報告書。 ヘリポートデザインアドバイザリーサーキュラーで緊急用離着陸施設の有効性を強調し、高層ビルの設計においては屋上にヘリコプター施設を設けることが望ましいと勧告した。連邦航空局の分析ではヘリコプターは高層ビル火災での人命救助や消火活動に有効だが、あらかじめ緊急用施設があれば、もっと安全に効率よく救助活動ができた事例が、 多く見られたとしている。連邦航空局の勧告を受けて、ロサンゼルスやサンディエゴなどの都市は条例で高層ビルに設置義務を課している。航空法に定めるヘリポートとは異なり、航空機使用事業や航空機運送事業のように、供することはできない。あくまで火事等の緊急時に、消防防災ヘリなどが救助活動及び消火活動に利用することのみが、 目的の施設であり、それ以外の目的でのヘリコプターの離着陸は許可されない。この意味からも航空法でいうヘリポートとこの緊急離着陸場とは似て非なるものとされる。なお緊急離着陸場と同様の目的で設置を求められているものに緊急救助用スペースがあるが、この緊急救助用スペースにはヘリコプターは着陸することができず。 オバリングにより救助活動を行う。航空関係者の間では、緊急離着陸場は H マーク、緊急救助用スペースは R マークと呼ばれている。昭和63年にロサンゼルスの超高層ビルで大規模火災が発生した折に屋上に避難した多くの人をヘリコプターで救助した。この事例を受け、日本では 平成2年に建設省住宅局建築指導課及び消防庁消防課同予防課同救急救助課から高層建築物等におけるヘリコプターの屋上緊急離着陸場等の設置の推進について都の通達が出されそれ以降急速に普及することになった高層ビル火災においてははしご車による救助活動に限界があるため 当初は高さ31メートルを超える高層建築物への設置を指導することとなった。反復利用されるヘリポートと緊急離着陸場の構造比較緊急離着陸場は火事の場合しか利用されないため日本中のほとんどの緊急離着陸場には実際にヘリは一度も降りることはない。このため反復利用が前提のヘリポートに比べると緊急離着陸場の 構造は簡易なものとなっている。ヘリポートの基準は航空法で細かく定められているのに対し、緊急離着陸場の基準は各自治体の消防に任せられている。ただし床の強度に関しては ICAO の基準に従うことになっており、着陸する機体の全備重量の2.5倍を2点で指示できることとされる。コンクリート製の緊急離着陸場の場合、コンクリートうあを 防水層で覆う必要があるが、その防水層を守るための保護モルタルの強度までは求められない。これは反復利用のヘリポートとは異なり、基本的に一度もヘリコプター着陸することのない施設に大きなコストをかけることができないための措置である。救助活動でヘリコプターが着陸して保護モルタルが割れても大きな問題にはならない。補修すれば済むからである。ありがとうございます。